将隊拙者陣合隊の東馬と申しませる夏にございます。武将の方々をお助けするため津々浦々の戦場を東へ西へ我ら縁の下の力持ち最後やおもてなし武将隊陣合隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ皆様本日はセントレアへとようお越しくださりました。本日の戦はこちらセントレアはですね、はい、愛知の空の発着点、はい、たくさんの方が愛知へやってまいり、そして、はい、愛知から日の本果ては異国へと旅立っていくといううちでまたですね、はい、このセントレア自体も、はい、たくさんお店が立ち並んでおりますので、はい、このセントレアに来ても楽しめるということでたくさんの方が集っておりますね、はい、こんにちは。何も反応せこんにちは。見えておるかわしの方が見えると思いますの。あ、見えとるよじゃね、じーっと目が合っておりまする。さあたくさんの方ねお越しでございますけども、では、はい、ちょっと聞いてみたいんですけども、はい、ではこの愛知県以外から旅行でこの愛知やってきたよという方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。愛知県やってきたよという方小さいワッパン、ああ、ご人たちもありがとうございます。はいはい、いらっしゃいますね。はい、では、はい、逆にこれからこの愛知県からよそへ遊びに行くよという方いらっしゃいますか。今から旅行に行くよという方、ああ、いらっしゃいました。どこ行くんですか。どちらへ。どこへ。口元で教えてください。ああ、どうぞ。今聞きに行っておりますので答えが返ってまいりまするぞ。あ、帰ってきました、帰ってきました。どうぞお帰りください。はい、どこへ。沖縄へ行くとです。すごいですね。温かい地へと行ってらっしゃいませ。お気をつけて道中、わしも一緒に行っていいですか。トモさん、ダメです、ダメです、ダメです。トモさん、我々演舞をしに来ておるんです。演舞へ。はい、せりがとうございます。こたびはセントレア羊祭り、はい、年忘れの陣でございます。はい、ゆえにトモさん大丈夫ですか。今我々演舞しとるだけではなく、この日は夜までありまして、夜には我ら名古屋おもてなし武将隊10名全員が揃ったり、またちょっと早めのクリスマスプレゼントが当たる抽選会も行っておりますので、はい、皆様ぜひともご参加くださりませ。ではですね、はい、今から行う演舞にも皆様ぜひご参加していただきたいということで、はい、皆様には勝ち時というものを一緒に挙げていただきたいと思います。はい、勝ち時と申しますのは戦勝祈願、勝ち戦を願ってあげるものでございまして、右手の拳を、えい、えい、あー、えい、えい、あー、えい、えい、あーと三度あげるものでございまする。お食事中の皆様もちょっと遠目の皆様方も一緒にやってくださりませ。さあではこの後演舞で行ってまいりますので一度練習をいたします。はい、皆様右手の拳ご準備いただいてもよろしいでしょうか。右手をグーでございまする。さあそこの沖縄に行くご婦人姫君、ぜひともお願いいたします。一緒にやってくださりませの。さあではですね、拙者が勝ち取りじゃそれ、えい、えいと皆様続いて王と返してくださいませ。お願いいたします。では参りますと、はい、皆の者勝ち取りじゃそれ、えい、えい、あー、えい、えい、あー、えい、えい、あー、ありがとうございます。我らライブ最後までお楽しみくださりませ。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前より蘇りし者の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神戦お届けする所存でございます。世は太平なり、その暮らし楽にある、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。ゆえに方々は蘇る。年家、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間か。違いまする。ここは三方ヶ原か。違いまする。では刑事、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。
面白い皆の者出陣じゃ。さあ宮内出陣じゃ。お主らも高くがよい。はい。はあ。
勝利の前祝いじゃ。勝ち取ってあげようまい。はあ、名古屋と中部国際空港に集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち取りじゃ。それえいえいはあえいえいはあえいえいはあ。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる。皆の声を聞いた。一緒に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊はい。中部国際空港に集まりし皆々ありがとうさんじゃ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。惚れ惚れとして私見てしまっておりましたけれども、皆さんも楽しかった。はい、お願いします。いや、あの3人ともすごいやつなんですけれども、まあ蓮子もかなり踊ってらっしゃいましたけど、我々弱い400を超えとるんじゃ。はい、これでこんだけ動いて甲冑20キロもござって、おお、見とるのが初めて見たのが知らんかもしれん。甲冑20キロござるんじゃ。旅の方や知らんかったじゃろ。そのスーツケースは機内に持ち込み OK ぐらいのサイズですね。確かに我らのは、我らのは機内に持ってけんでな。まあ、持ってけん持ってけん、ね、でもなんかね、私見ながらね、あの金沢よりやっぱ名古屋の方が暑いのかななんて思いながら。あ、確かにの、わし前田俊也加賀百万石の祖と呼ばれており、金沢を治めた武将なんじゃな。名古屋の方が今暑くなっとる。我がふるさとの方が暑いぞ。南でも共に盛り上がってまいろう。よし、いいじゃな。夏でも冬でもすっごい真っ黒な年上様でございます。それはちょっとバカにしとるな。わしのおじバカにしとる。おいっ子様で今日こうこのなんていうか、おお、なんもないのか。司会者触りすぎじゃベタベタ。そしてさらに、わし400年前実は色白だったんじゃ。まるで殿下のように。ああ、さようさよう。ただ現在紫外線が強いじゃろ。なるほど。
ことになるんですか。我らの時代に比べていろいろな環境がものを言っとるから。何の話を知りしたんですか。違うな、名古屋の出張さようでございます。今日はですね、こういうステージが3回繰り広げられるので、皆さんどんなのが一回毎回毎回飛び出すのか楽しみにしていただきたいんですけど、あまり行き過ぎるとわしが紫外線対策をここで披露する羽目になるので、そんな通販販売みたいにやめてください。司会者との一つだけ言わせてもらっていいか、はい、我らこのままだと何をやっとる団体かわからんので、というわけでですね、名古屋おもてなし武将隊の皆さんでございました。ありがとうございます。でですね、ちなみに、今日は夕方に池武将コンテストが行われるわけなんですけれども、池武将コンテストへのもうご準備はよろしゅうございますか。あの、全然何もできとらん。なぜかというと、池武将選手権な、わしは何やるか全然聞かされておらんのじゃ。すごい悪代官みたいな笑い方。なぜかというと、それは抜き打ちだからです。おおお、そんな先に教えてあげるなんてね、そんな辛いことね、戦国時代にあるわけないですもんね。まあ情報戦はな、戦の要といって、はい、情報が漏れることは戦に負けることだったよいの。なるほど、その作戦は確かに理にかなっております。というわけでですね、すごく試される、時間となると思いますので、皆さんもぜひ楽しんでいただければと思います。さあ、そしてですね、2月にもまた皆さんの大きなステージがありますよね。そうよ、よう知っとるじゃないか。この地セントレア空港にて全国武将隊大博覧会縁と申す催し物を行ってまいって、はい、実はこれ2回目。お、2回目、今年の2月に行ってまいったと、はい、来年の2月に全国の武将隊が、あ、ちょうどじゃあ2月5日、はいはいはい、全国の武将隊が集まって、はい、この地を盛り上げてまいると、はい、して、これ見てもらっても分かる通り、真ん中が我が大の王様織田信長様であったり、中国は毛利、そして九州は加藤清正であったり、はい、各地で有名な武将が集うということで、普段はその地に赴かんと会うことができるものが、この地でいっぺんに会えるという、空港ならではのことでございますね。さらには大間流行りの、はい、真田幸村のライブ入るから、真田幸村を、真田幸村がすごい。ぜひ、雪村生で見たければ、ぜひ2月4日5日に武将博、はい、このセントレア空港で、同時多発的に行うように、ぜひ皆々来てくれ、はい、同時多発、ちょっとなんか危ない言葉な気がします。いや、そんなことはないぞ。いわゆる簡単に申すと、夏フェスというものがござるじゃろ、外でやってる音楽祭、あのような感じでやるから、武将隊の博覧会。それはもう誠に面白いな。ここで例えば演舞やっとるじゃろ、違うとこでな、そのワークショップのあるもので、まあ、例えば甲冑を身にまとったり、そういった体験ができたりということが、まあ、去年はしとったということで、1個ぐらいちょっとその雑学を言っていただけたらいいですか。例えばこの後ろ、この山なんですか。この山、殿下の陣羽織の後ろの山、この山は富士山なんじゃ。富士山、これが煙が出てる。おお、あ、これ噴火してるんですか。そう、そうなんじゃ。なぜ富士山をここに描いたかというと、わし豊臣秀吉は天下統一をいたし一番偉くなったな、日の本で。なぜ日の本で一番高い山、それ富士山なんじゃ。なぜわししかこれを陣羽織に描けんかったんじゃ。ああ、そして今刑事が言っとった、なぜ噴火したか、ね、噴火させたのはわしを怒らせると怖いぞということなんじゃ。あ、え、こんなに優しそうなのに。そうなんじゃ、わしもあのたまに湯気出るでな。マジで、失礼なこと言うと、私こっから出すよ。新たな攻撃方法があったんですね。この場で湯気だったんですか。そうそう、オールでチリチリなはずだ。サンタさんもびっくりですね。なかなか良いですか。というわけでですね、まあ、今日はこういった回が3回ありますので、本当はもう一個喋ろうかと思いましたけど、またこの次の回を、にお話をしますので、次の回も見てくれるという方、拍手お願いします。ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、大きな拍手で名古屋おもてなし武将隊の皆さんをお送りしましょう、はい、ありがとうございました。さあ、それではよろしく、また会いに来てちょう、さらばじゃ。ありがとうございました。